久保さん、最近切り抜きめっちゃ出てますよね。僕はあの、利根川とか班長のやつはあんま見,見ないんですよ。なぜならば、あの、なんか、まあかるんですよ。あんま面白のわかるんだけども、あのキャラはあのキャラのままでいてほしいっていうのもあるので、あの、あんまあそ,こそこは見ないですね。うん。あくまでも怪ジの敵役でい,たい,いてほしいですね。<laughs> うん、そう。 あくまでもカイジが主役でいてほしいですね。カイジだから。<laughs> うん。そう。だからまあ、主、あの、今回、主役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 は誰にしましょうか。人生の主役は誰ですかと。はい、まあ、少なくても僕は、あの、まあ、結局、その利根川の話とかも、カイジの本編から派生したパロディーというかね、なんですよ。で、本ちゃんはカイジなんですよ。 だから開示が主役なんで,すよ、うん、でまあ自分の人生の主役って誰ですかって言われた時にもちろん自分じゃないですかそんなの当たり前ですよね言われなくてもだけど主役なんだけど主役じゃない子役の話を聞いてるっていうね主役のお前はどう思うんだと主役のお前はどう行動するんだとだけど周りの目周りの意見にほとんどの人が左右されて自分の主役を全うできていないっていうのがまあ まあ、ほととんんどの方の方方生き方なななじゃいいかなと思います自分を生きるっていうのは自分を主役にできるかどうかなんですよ。で自分を主役にしていく上で大事なことが、まあ開示もそうですけども、やっぱしっかりやっぱ考えていく。自分の人生をどう作っていくのかっていうのを考えていくっていうことをしなければ、まあ、ずっと主役にはなれないですよね。確かに周りの意見だったりとか、周りのあれ同調圧力だったりとか、いろんなもんありますけども、 あのー、それを噛み砕いて自分でどう考えるかですね。自分はこうするっていう。うん。でもちろん自分はこうするって言ってそれがうまくいかないんであるならば軌道修正すればいいだろうし。うん。そう。だからなんか、他人の意見ですら、他人の意見ですら自分の意見に変えてしまうぐらいな感じですよね。だからそれは結構大事です。他人の意見ですら自分の意見に変えてしまうと。 うん多分これができるとねあの情報発信もいいんじゃないですかね久保さんも他人から聞いた情報を自分の主役自分の声として届けてますからね、はいってらっしゃい。